二宮和成、電撃対処、ダメだったらやめるんでが口癖だった。嵐メンバーは驚かない大決断と前向きを別れの匂わせ。10月24日夜、二宮はスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所から個人契約を解除して独立をした。した電撃対処の一方で、 嵐としてのグループ活動は継続することも同時に発表されているほか、二宮は来月初旬に設立される旧ジャニーズが立ち上げる新エージェント会社と契約する可能性があることも一部では報じられている。二宮さんは9月7日の最初の事務所会見の時期から独立を考えていたとい、活動休止中の大野さとしさん、42。 も含めて嵐の全員と複数回は試合を重ね、メンバーも二宮さんの意思を尊重したそう。嵐を離脱するわけではないと明言しているとはいえ、一人だけ急ジャニーズを辞める。旗から見れば二宮さんは悩み抜いて大決断したように見えます。しかし、二宮さんのこれまでの発言を考えると、メンバーはさほど独立に驚かなかったと言われていますね。 芸能プロ関係者、二宮のこれまでの発言、それは、二宮さんは、事務所サイドに要求を通そうという際には、ダメだったら辞めるんでという言葉をよく使うそうなんです。もはや口癖のように、それだけ聞くと、対象をちらつかせていうダダッコみたいなイメージになってしまいますが、もちろん違います。 二宮さんが事務所にもメリットにもなる新しい提案などの話をして、それなのに無下にされるようなら、だったら事務所を辞めますという感じだと言います。会社の不利益になることや、無茶なことを押し通す、ということではありません。全道。新しいことに妥協なく挑戦していく。良い意味でマイペースで革新的な性格の人物。 2021年4月に立ち上げた YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル。名称変更予定が、その最たる例だろう。ジャニのチャンネルは、二宮のソロチャンネルではなく、個人的に仲の良いカトゥーン中丸雄一、40イ、へい。ジャンプ山田涼介、30、セクシーゾーンの菊池風魔、28の3人を巻き込んでスタートした。